7年連続44回目の出場、岡山県代表就実高校。こちらも真ん中を使っていきました、深澤つぐみ。こちらも2年生エースの深澤めぐみ。深澤姉妹いきなり爆発しています。さあ就実岩本に帰ってセンター線つながりました。就実はセンター岩本からセンター線深澤つぐみ。最後は2年生エース双子の深澤姉妹の妹深澤つぐみが打っていきました。ここは7番の平田、まあ、就実が勢いに乗ってきました。食らいつきたい星は女子学院、ブロックマナー連続ポイント。就実の深澤ツインズ仁王立ち。もう一度深澤めぐみのスパイクが決まりました。岡山就実高校ベスト8進出を決めています。ゆっくりと立て直してセンターからバックアタック。4番の深澤めぐみ、就実深澤めぐみが行く。最後は西崎を弾いた。第1セットまず取ったのは就実高校。今度は須田です。これが就実の形です。深澤を見せておいてセンターから須田。さあ就実が禁断の思いを下った。繋いだ西崎上げる。さあ寄せていく。なんとか繋いで深澤つぐみ。最後は深澤ツインズの妹深澤つぐみが決めました。喜びのあまりコート中央に崩れ落ちました。去年の春高準優勝校宮城代表古川学園、2回戦が初戦です。バルデスベリーさん叩きつけていきました。ストレートコース、まあ、粘る2つ台を振り切って3回戦進出なるか、誰に合わせるか。杉木だ、これが決まった。最後はキャプテン杉木がポイントを取りました。チャンスボールは古川学園、レフトへの速いトス、成功。野呂が決めます。ベスト8に向けてこのオレンジコート。さあしかし3が決まりました。最後は古川学園バルデスメリーサのサービスエース。つなぐバルデスメリーサ、待つ超インナーのスパイク。いやー今のはすごい。そしてエースマスブロックだ。エースを止めたバルデスメリーサ、吠えます。ライトサイドから1年生、最後は1年生阿部がポイントを取りました。古川学園は圧倒的な攻撃力を武器に頂点への階段をまた一歩上ります。